PM10 のサロン喫茶スビ。TY1963 ムーン SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶スビ、メインパーソナリティのスビです。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は私スビの何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。3月11日、今週も夜10時となりました。 WBC 始まりましたね。3月8日より開幕しました WBC ワールドベースボールクラシック2023、もう今はこの話題しかないんじゃないでしょうか。3月9日に、日本対中国、本来は2021年にこの第5回ワールドベースボールクラシックが、開幕される予定だったんですが、コロナの影響で延期となり、この2023年にやっと開幕されると。今回の WBC 全試合は、WBC 公式サイトにて無料生配信をされる予定です。YouTube の WBC 公式チャンネルでも無料配信されるそうです。全試合っていうのはすごいな。自分も野球、少年野球、まあちょっと経験をしたぐらいで、その頃は本当にプロ野球っていうものを毎日、テレビで見て応援していたっていうのはあるんですけど、もう最近やっては全然見てなくてですね、もうにわかと言ってもいいと思います。それでもこの WBC っていうのはやっぱり何か見なくてはいけないという、なんかそんな思いになって、今年は今大会はしっかり見ていこうと思いました。 WBC 日本監督を務めるのは栗山英樹さん、元プロ野球選手でいらっしゃいます。北海道日本ハムファイターズを10年監督を務められた。そしてこの WBC やっぱり注目は大谷翔平選手、そしてダルビッシュ有選手、まあこのお二方、大谷選手は今回も二刀流で参戦、すごいですね。ピッチャーもやり、投げて、そして打つ、投げても最高、打っても最高、そんな選手はいないんじゃないでしょうか。3月9日に中国対日本、そして3月10日、昨日韓国対日本、そして本日チェコ共和国対日本、そして明日3月12日は日本対オーストラリア、この第1次ラウンドプール B の、試合日程ですね。逆に言えば最近まで全然プロ野球というものに接してなかった分、本当に新鮮な気持ちでこの WBC を見ていられますね。チケットは即完売。東京ドームで行われているということもあって、実際に球場に足を運んで観戦をしたことっていうのは本当に数回しかないので、
見てみたいなという思いもあるんですけど、家でテレビで観戦をするのものんびりいいかなと思いますね。皆様もこの WBC 一緒に観戦しましょう。はい、それではここで一曲聴いていただきます。キャリーパミュパミュでピンポンが鳴んない。Thank you.
聴いていただいた曲は、キャリーパミュパミュで、ピンポンが鳴んないでした。こちらの曲は、10年ぐらい前でしょうか。コンビニのアルバイトをしていて、そのバイトの先輩と、後輩一人、女の子と、先輩の女性一人と、4人でカラオケに行きまして、そしてその後、夜一緒に4人でお花見をしに行った先輩の車で、連れて行ってもらったっていう、その時に後輩の女の子がふと歌った一曲でした。そこでこの曲を初めて知って、この曲ってこの子の曲っていうぐらい声も雰囲気もすごく良くて、カラオケで人の曲を聴いて感動したのはあの時しかないです。キャリーパミパミでピンポンが鳴んないでした。この後はあのコーナー、 PM10 のサロン喫茶守備。それではこのコーナーに参ります。破りたければ破ればいい、君が作ったその掟。はい、こちらのコーナーでは普段生活をしていると無意識に自分だけのルールを作ってしまうことがあると思います。そんな皆様の自分だけのルール、掟をこのコーナーで紹介していきます。君よきメッセージお待ちしています。それではまだ今週もメッセージが届いていないので、守備の危機的を、危機的じゃね、君よきを紹介します。守備、最寄りの駅まで歩いていつも行くのですが、まあ20分ぐらい、その駅から帰り道も当然歩いて帰るんですけど、その帰り道にいつも神社の横を通るんですね。大きくもなければちっちゃくもないし、まあ普通の、あ、立派な神社だなっていう感じの、そこを通るんですけど、最初の頃はそんなに思ってなかったかな。最近ですね、あ、自分って帰り道に神社があるんだ、なんかそれが本当に贅沢だなと思い始めて、神聖な場所をいつも通れるんだな、そう思い始めてから、お賽銭を投げるわけでもなく、お参りをするわけでもないんですけど、ちょっとフラッと寄って、ただ、ぼーっと見て、ちょっと帰るという、神社の横を通るだけではなくて、毎回帰り道は一度鳥居をくぐるように、それからしていますね。しています。そんな掟を自然と作りました。いつも誰かいるっていうわけでもないし、あ、神社、もともと神社っていうところも落ち着く場所ですし、好きだったので、あ、最高の帰り道だなと、思い始めてから、なんか帰るのがすごく楽しくなっています。帰り道は神社に立ち寄る、そんな守備の君置きでした。はい、普段無意識にやってしまう皆様の癖、ルール、掟を教えてください。ラジオネームを添えて、メールまたは Twitter メッセージ、YouTube コメント、YouTube コミュニティ投稿で送ってください。メールの送り先は、subi10@gmail.com、subi10@gmail.com、shvii10@gmail.com です。
TY1963SIXMOON SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。シャープ311、そして今日の放送日が3月11日、忘れてはいけない日でもありますし、バイビッシュ。